ガチャベチです。まあね、あのね、僕ね、誰とでも仲良くなれるボディツイスターゲームというのを考えたんです。ボディツイスターってどういうの？うん、で、一人が触ってほしい体の部分を言って、で、もう一人が体の部分を触る、で、その、形に見合った何か突っ込んでもらいたいような一言を言います、うん、そして、触った人は突っ込むというね、そういうリズムに乗せたそういうゲームです。参加するんですか？参加するんです。何か見えてらっしゃいますか？ちょっとわかんないですけど、そう、うん、でもね、わかんないと思うんで、なんとなくね、見ていただいて、それでちょっとわかってほしいなと思うんです、ね。ボディタッチとツイストゲームをなんか出したみたいな。そうそうそう。じゃあミュージックスタート。俺と前の熱いからと。ごめん。ちょっとあまりにも空気感が違う。はいどうもって始まっちゃうから、はいはいはい、漢字が違うの。ちょっとお前が普段やってるイントロだろ。これ普段やってる感じで歌って、俺とお前のこの感じ、この感じ、この感じ、違う、ネタで魂の叫びみたいな、ないよ。だからいいんだよ、今日は。だからじゃあこの感じでいくわけな。ゲームってイントロが大事でしょ。イントロな、うん、花一問目とかも買って嬉しい、うん、花一問目ってあるでしょ。よかった、ちょっと待って、あ、全部これになっちゃう。そうでしょ、うん、ちょっとここをやりたいわけじゃないから、その後のゲームをさせて、ミュージックスタート。俺とお前の熱い体、これ合うたびにサンバリハッピー、バリバリツイスター、バリツイスター。俺の頭、お前下手すぎる。ある程度はついていけよ。俺のじゃない、ここを見せたいわけだ。この後を見てもらいたいから。お前よ、お遊戯会じゃねえんだから頼むぞ。多少俺のじゃ、俺ので引っ張られても引っ張られなくてもいいけど、ある程度ついていってほしいのよ。ミュージックスタート。俺とお前の熱い体、大変だよ。ネタつく男子師匠に言われるのが生きてたの。お前ら出てくるとこじゃないな。いいんだよ、お前。じゃあ音楽は音楽でやってもらってな、うん、うまいんだからさ、うん、そして頑張っていただければいいのよ。勉強したいっすよ。いや勉強したいっすよ、ないのよ。最後落としてください。いや任せないでよ、ミュージシャン。くだらねえな。